はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。はい、というわけで生産しましょう。まずまずでしょうか。まずまずでしょうか。まずまずでしょうか。ミンティいいな。でもミンティ使ってるしな。まずまずでしょうか。まずまずでしょうか。ミネラルエコはなかなかあれですね。まずまずでしょうか。こちらも星4があるわけじゃないからな。この配合はダメで、まずまずでしょうか。まずまずでしょうか。やはりフレンドの SSR いい配合です。この配合はダメです。アルペンさんが多いですね。まずまずでしょうか。この配合はダメです。まずまずでしょうか。まずまずでしょうか。この配合はダメです。この配合はダメです。まずまずでしょうか。まずまずでこの配合はダメです。あ、ダメなのか、ダイスは。あ、前つけたよ。いい配合です。いい配合だがな、わかるんだけど。まずまずでしょうか。まずまずでしょうか。一発型ですね。一発型はそんなに良くないけどな。でもまあ基本は継承型なんだよな。お守りって何？クトベが作ってみましょう。え、これ名前に北斗ベガってつけるって？時計の中を飛んでいく。起き上がる。赤。ここまでは行った。ん？なんだこれ。見え。元気ですね。まさか北斗ベガの名前つけないよな。と思ってあなた。そうなんです。つけます。ん？あれ？あ、そうか。ってことは、もう。もうつけるのか。え、お住まいですね。北斗と南って言ったら、エースってまだつけたことないよな。北斗からエース、型の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 エース。自然ですね、この型のエースは。506キロですね。デビューさせましょう。結構遅咲きの馬みたい。頑張ってね。2000メートルあたりが得意と。行ってみましょう。お、暴れん坊将軍かな。今の調子なら勝つ見込みは十分です。1.2倍か。 1.0 じゃないですね。この辺はちょっと不安です。ゲートイン終わりました。体制完了。ゲートが開いた。立ち遅れました。3番オンロースドーン、これは追い込みの馬ですから大したことはないと思います。先行争いであります。先行もですね、変わる可能性ありましたね。行く構え、マリンプロダクツ外から行こうというところ。ゴーヨーローレル、その後ろ3馬身くらいあって7番ヒカリロップ、そして5番手にきらめきワンダーであります。10番スワンフォーテ、外を通ってカタロエース、それからこれも人気を集めております。8番天竜王、そしてその後ろから4番清水帝王、
ガリバーキャップが並んでいます。光パワー一番後ろに金剛ストーン。もう一度前から整理してみましょうか。先頭行く5番マリンプロダクツ、4馬身リード、うん、間もなく第3コーナーちょっと離れて2番アイルトピックやります。そしてそのうちに紅葉ローレル、7番光ロック、そして5番手に9番きらめきワンダー、うん、10番スワンコーテ天竜王がそのうちにいます。11番カパロレース、どのように差を詰めていくか。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。さあ先頭はマリンプロダクツが頑張っている。マリンプロダクツが抜け出した。紅葉ローレル懸命に追うパタヌエース、捉えられるか。前の馬先頭騎士とマリンプロダクツ、外から懸命にアイルトピック、2番手にアイルトピック、前が結構残ってしまってます。しかし差はそれほどでもない。これは強い強い強いパタヌエース、先頭パタヌエース楽勝ムード、先頭岡部とパタヌエース、パタヌエース新馬戦を見事勝利で勝りました。花々しいデビューが切りあります。これで能力見えるのかな。よく頑張りましたね。ダートの方が向いているかもしれないってことですね。おめでとうございます。じゃあダート行きましょう。しかもダートの1400、勝てるといいのですが。 1.5 倍、1番人気、またグリグリです。投票受付を開始します。さあ、一勝クラスですね。スピード能力を見せつけるか、スタートにも注目したいところです。ゲスト12番、立ち遅れました。2番ナハティルアーノ、果たして先頭に行くのは。5番アナガコレクターが先頭に立ちました。そしてその後ろからスタートで悩むことはまあないでしょう。6番キャベツフェアリー、ルイスドリーム、それから離されましてシーザーファイブ、その外に11番雪の雨山、12頭が第3コーナーに向かいます。その後ろでやりましょうか。北国トリップ、チキタクアピール、それからもう1頭カタロエース、そのうち9番ポークスポッ、さあ4コーナー懸命に追うカタロエースが襲いかかる。カタロエース1着、鮮やかに2連勝です。ダートの1400でも勝ちました。素晴らしいです。ダートもそんなに良くないのか。おお、すごいです。悩ましいところ。芝1200、勝てるといいのですが。 1.8 倍目跳ね上がって、ただいまより20までも減りましたね。各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行するのは何か。6番ケフラビークが行く構え、サンスクリット、それからもう1頭山の剣山、その外11番クボナリョク、そのうちに光天空、今日も勝利をつかむか。肩のエースと岡部騎手、1番ジャンプアクロス、シュベリーン、外から行こうというところ。そしてその後ろから12番マウンテン貴公子。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。ここまで3連勝なるか。パタヌエース先頭、柴田とケフラビーク、ここで先頭に立った。鋭いな差し足が。2番パタヌエースだ。パタヌエースが3番手、パタヌエースが襲いかかる。一気に抜かした。ここで一気にパタヌエースが、柴も関係ない。パタヌエース末足爆発、まるで疾風のごとき走りです。柴田と療養なんですよね。あと差し足で勝負っていうことですよね。いい感じですね。気象は普通、普通って微妙だな。いい感じですね。東京パートナーを設定しましょう。ここはもういい馬を設定しとこう。ハービンジャー、何か用ですか。3歳ですね、まだ。いい仕上がりです。数馬なので、でも短中距離なんで、どっ2400だと長いかもね。いい感じですね。
ちょっと出走レース決めましょう。安田も出走できるのか。まあ、鳴尾記念とかかな。NHK マイルがある。まあ、長距離的に NHK マイル出ることもできますが、ちょっとこれは早いのかな。これ重賞なのか、オープン特別じゃなくて。素晴らしいです。勝負根性は S、 普通です。適正な馬体重です。ご存知ですか。まずまずでしょうか。大根か。嬉しそうですね。嘘も小馬だしな。短中距離って書いてるんで、ベスト距離がちょっと違うかもしれないね。ご存知ですか。あれ、ハワイステークス出してみましょう。え、逃げなのこの馬。いや、差しに見えまるんですけどね。どうでしょう。6キロ。地図という手もありますが、ここはいい感じですね。ショートケーキです。何か用ですか。あ、間違えた。2キロ高かった。4キロプラスの会話を使わないといけなかった。一番人気ですが。3.5 倍です。ただいまより、タイトルが強いな。あと、嵐もいますね。エリザベス・ローズ。これは重賞って書いてますが、オープン特別じゃないかな。カタノエースは9番です。ターフの緑色が一層鮮やかに見えます。一着で駆け抜けるのは果たしてドロンマか。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートといったところであります。ものすごい先行争い。先手を取ったのはベルチャイルド、内を通ってファイネルエマと2番エリザベスローズ、内を通って上がっていきます。コガネテスコがかわしていきました。肩のエースはこの辺り有効ハイレディ、ね、それからタイトル嵐、アクションシーンが並んでいます。それから11番テイエモチから、そしてそのうちに5番白北新山、その外で行くのかなと思ったんだけど、ご覧のように一段すごい競馬になっていよいよ直線。カタノエースは3番手といったあたり、小金テスコが抜け出した。外からはカタノエース、2番手にカタノエース、頑張る頑張る、後ろが一緒になってるよね。懸命に追う1番内、小金テスコが粘っている。外から1頭カタノエース、これは激しいです。小金テスコ、カタノエース、馬体があったところがゴール板。距離が短いのかもな、まあ、短中距離と書きつつも1200は。
残念。何も書いてない。ヒントが与えられなかった。マイル線ぐらいで行ってみましょう。ダートも走ってみるといいかも。レースを終えた馬が戻ってきました。このスタミナ、スピードが距離の加減を解放、スタミナが距離の増減を解放だったと思う。いい感じですね。いい感じですね。放牧。何か用ですか？はい、ということでですね、型のエースデビューさせました。投票、北東ベガーに種付けしましたね。型のマロペンサバイアリーターク系ということで、果たしてどこまで活躍してくれるかですね。次回もお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。説明欄にはこれまでの動画、プレイリストとして載っております。URL ぜひアクセスしてみてください。また、この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。